それでまあとりあえず行ってみるか。使ってる武器とかあります？確かに。なんか301を使ってます。ブレないんであんまり。じゃあ自分は、うん、当たんないんで。いやいやいや。いや当たりますよ。当てましょう当てましょう。当てよ。そこは。当てましょう。いける。いける。いけるかな。ちょっと女子トークしていいですか、ここで。女子トークしよう、女子としよう。ちょっと内田さん、噂によると馬娘が好きみたいな。左手切る、左手切る、手切る。あー、ま、邪魔すんな。アルティメット、こっち側に。女子トークしようとしてんのに馬娘の話ができなくなった。ところでところでよね、馬娘が好きみたいな。いやそうなんですよ。いやツナさんも、はい、この間やってましたよね。いややってましたね。メジロラモーヌ貫突。あれねすごいなと思って。きついんですよねカードの貫突って。いやめちゃくちゃお金かかりません？どんぐらいかかるのちなみに。1突天井がね6万ぐらい。高いんよマジで。しかもねピックアップなのにめっちゃすり抜けるんだよね。そうそう。でも私結構ケチなので無料ジュエルでなんとかやってますねいつも。貫突無料でやっちゃった。いやでもカードの貫突はねもう無理です本当に。分かろう。体感気にしないとマジで無理。手震えてましたちゃんと。ウルトって万が一やばいっていう時にそのスモーク代わりに使うとかもありなんですか？あ、全然ありですよ。なるほど。そこは場面でって感じで。場面でですね。うわー一番難しいやつ。難しいかも確かに。あんまり気にせずやってもらえたら、うん優しい。いいガスでしたよ。優しい。あったかい。本番になったら綱さんは怒るかもしれないですもん。何してんの。人格急に変わって。あー、カバおっせーとか言う。多分綱さん。マジか。マジ。それ勝てんか。初心者に。勝ちに貪欲っていう話を聞いたんですけど。勝ちに。それボブさんが勝手に言ってるだけですからね本当に。勝たなかったらめっちゃ怒られますよ。Vスポの皆さんって基本的にみんなめっちゃ上手い方じゃないですか。そうですね、みんな上手いですね。なんかその中でもツナちゃんはなんかすごいなんか武闘派っていうイメージ、ね、武闘派。結構ガンガン行くっていう武闘派。え最強にして最強だからね。だけど確かにツナさんは武闘派ではあるかも。一番強いし一番怖いし一番最強では。一番怖いって何？武闘派だよ。怖くはないでしょ。武闘派ね、そうイメージある。すごい。怖くはないだろう。どう考えても。私結構見るんですよ VTuber さんの配信。ああ嬉しい。そうで V スポさんのもねいろんな方の見てますけど、そうツナちゃんはもうそういうイメージ昔からあります。ありがとうございます。怖くはないだろ。なんだよ怖い。怖くはない。怖い？いや全然怖くないよ。勝ちに強欲ではあるけど、味方は攻めないですよ。ちょっと負けず嫌いってこと、ね、負けず嫌いがちょっとひどいだけです。いいことじゃん。そこは認める。大事ですよね。今日だって俺40分前ぐらいから射撃練習場入ってる猫たつな見たもん。やめて。ちゃんとランク回してたやつなの。すごい見えないところで見えない努力してます。すごいかっこいい。うるさいなぁ。照れてる。なんかすごい2人ともあれですよね。やっぱなんか足が速いっていうか。ああなんか上手い人ってなんで足速いんだろうっていう。なんかわかります。迷いがないからですかね。ああそうなのか。なんか足速いのに敵もすぐ見つけられるじゃないですか。はい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 、はい、慣れっすよ多分。スライディングジャンプしてます？うちの子。あ確かに。あこれですか。そうそうそう、それ速いですよ。うちだ。そう、それなんかコメントでも言われたんですよね。スライディングジャンプちょっと見せてくださいよ。えこれですよね。なんかでもあんま進まない。なんかあ多分間隔が短すぎると進まないですね。そうそうそう。あスイーバンみたいな。そうスイーバンずっと続けてる。スイーバン。なるほど。そうちょっと滑っただけじゃダメなんだ。1,2,3,4って感じ。1,2 まで走って3の時にスライディングしてジャンプ。すごい。やってみます。丁寧な説明。優しい先生いる。優しい。全然。チュナ先生いる。ベースポーにもいますよ。1,2,3でジャンプする人まだ。上行きますか。
これガス缶置きますか。はい、一回じゃあ自分で置いてみて、それ後で採点します。じゃあここ2個いらない採点します。採点される。ここに置いて5個置いてもらいます。これがいらなくて、ツナさんがいるところに2個。あ、けどここにガス缶自体は完璧かな。完璧だって。完璧です。完璧100点です。100点。なんかめり込んで壁にめり込んでこれバレてるんですけど、これって一応打たれはするんですけど、まあ大丈夫ではあるかな。一応打ったら爆発はします。まあ、バレても悪くはないんですよね。なんかあ、敵にガスいるってなるから。そっか。そう。ちょっと詰めづらくなる敵から。生きてて偉いってやつです。ああなるほど。生きてて偉い。そう、全肯定ガス掃除なんで。もうガス持っててよかった。津田さんこっち来れる、うん、こっちが多分スーパーぐらい来るわ。一緒に抑えたい。私はこれ一緒にいた方がいいですか、それとも離れてた。あ、まあ、死ななければいいんで、まあ、死ななければ難しいけど、まあ、一緒に来た方がいいかも。でも、うん、一緒に。あ、近い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 、この柱の周りいる。カタリスト割った。それ津田さん軽く潰しに行ってもいいよ。ナイス。え、ガスグレ、それ自分で炊いたの。もうそれね、天才だよ。あ、本当ですか。2人割れてる。やったー。2人でやばくないぐらいでやってる。死んじゃダメ。うん、これ周りを津田さんアンチ来るから引きつつ。あとこれこれこれ、いいよ、大丈夫大丈夫。こっちまで来れます。津田さんそこ撃たれる。ここ山、ここから、うん、ナイスナイス。あー、びっくりした。今ウルト炊いたのめっちゃいいっす。あれ死ぬかと思った。本当はプレデターでしょ絶対。こんな褒めてくれることあります。いや、うまかったよ。ここ結構きつそうやな。無理。うわ、どんまい。いや、ソーリーだなこれ。うわー、強い。 IGL ミスだ。ガス結構インストラクターいらなそうね。うまい。うん、いやー、なんか死ぬ間際にガスを投げるっていうのを大事っす大事っす。心がけてる。死ぬ前にガスだけでもっていう気持ち。いや、でもこれこんなにこのね、お二人にこんななんかちゃんと指導してもらえるのって多分普通にお金取れますよ。いやいやいや、あ、お金取れますよこれ。あ、嘘。え、今回冗談です、冗談です、冗談です。コード一応貼りました。マジか。ちょっと見せるか、ボブレイス。いや、見せてくださいよ。一番得意っすよ、カスタムのレイス。え、じゃあもう殿下の宝刀ってことですか。殿下の宝刀っすね、結構。もう見せちゃう、ここで見せちゃうわ。一回本気出すか。うわ、本気が見られるなんて。うわ、いや、もうお金払わせてくださいよ、もう。全然後で口座だけ送ってきますね。じゃあそれをツイッターに貼って。やばいやばいやばい。ちょっとなんかの規約に引っかかりそう、それギリギリ。ダメそう、怒られそう。あ、みんなさんは、あれですか、ボブさんって呼んでるんですか。ボブさんか、ボブサップ M さんか、エイムくんか、大気じゃないですか、やっぱ。いやけど、なんて言ってるんだろうね、普段。私は、ボブさんって呼んでるかな。ふざけてるとき、大気って呼ぶけど。今日俺ちょっと気まずいのがあってさ、これ阪神街トークなんやけど、俺がふざけてイケボで、あの、ツナさんにお待たせとか言ったんや。そしたら、ツナさんがもうやめてよとか言うから、そのタイミングで内田さんが入ってきたんよね。だからこいつら配信外で本当は付き合ってるんじゃないかみたいなこと思われてないからって思って、クソ気まずかった。確かに、私そこは多分聞けてないです。うん、あ、聞けてない、よかったよかった。ガチで思われクソ気まずかった。え、思わんかった。言っとけばよかった。私はでもね、ちょっとね、入るタイミングで、あ、これギリ聞かれてないな、よかったわって思った。やだ、もう初めましてで第一声がイチャイチャしてたらね。ガチでやだわ。ってみたいなね、うん、聞いちゃいけないやつだったかもみたいなので、私がじゃあ気を使って何も言わなかったっていう感じで今1時間ちょっとやってたって感じ。やってました。しかも入って5秒ぐらいお願いしますがなかったんで、あ、これちょっと気まずいから様子見してくれてるのかなと思って深読みしまくってた。あ、だからか。めっちゃ気まずかったあれ。え、普段はじゃあイケボーでやってるってことですか。イケボーでやってるってどういう。イケボーでやってる感じ。普段はやってないっす。でも、あの、イケボーの配信者って紹介されてますよね。あー、確かに。いや、多分この時の声じゃないですかね。
今やってました、マジか。やってました、やってましたよ、ね、やってましたわ、おもろい。じゃあイケボでやろうかな、もう俺やってましたよね、やってました、おもろいな。どうしようかな、これとりあえず左側だから南側からメールしよう。それなんかイケボっていうか、なんか喋り方がなんか喋り方の問題、喋り方ちょっとなんか気取ってるだけじゃないですか。気取ってる気取ってる、バックパックがないんだよな。なんで前出て前出て、いや本当になんでよこの大会呼んでもらえたかマジで全然わかんないですよ、自分が一番。あれけどアナウンサーのなんか別の界隈の方結構いましたよね、うん、アナウンサー結構いた、今回多いですよね。だからそういうのもあるんですかね、いろんな層に届けるみたいな。とはいえ多分なんかその初心者枠っていうのはわかるんですけど、うん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 、とはいえなんでだろうって考えた時になんかやっぱエルデンリングクリアしてたからいけるだろうって思われたんじゃないかなと思って。それだな、絶対それだな。私ができないことやってる。誰かに。これジャンプ乗ります。はい。うわ、今スワちゃん待っててくれたんじゃないですか、私のこと。もしかしてこれ3人で飛んだ方が実は強くて、おばさんがあれ積んでる、積んでるいる。ちなみにさっきフラグメントと完結の間でも待ってくれてましたよ、内田さん。イケメンすぎる、うるさいなぁ。ほんとにこれポータルタイト組んで移動してもらえたらこっちに、はい。これめっちゃ短いと、ポータル入ってすぐジップ乗らないといけないかも。なんかそれ崖だったから無理だった。もう別に歩いてポータル乗ってすぐジップボタン乗るやつ乗って、あっこれ難しい、内田さん難しいポータルを叩いたボブさんが悪いんですよね、これ。俺が悪いかギリギリ。いや普通に階段登ってきます。趣味いじめですね、他のパーティーへの。レイ座った、ここ、つ。あれ一味さんノックスガスグレネードここにお願いします、すいません。はい、あー、嫌だ。最初ここに仕上がりだ。ウルトさっきだけ、あー、うわー、総理、いやこれは本当に僕がやりました。いじめくん。やらかしちゃった。遠征で死んじゃった。しかも無言でダンスするの。なんか気づいたらいないな。こっち行くかもな。これあんま気にせんで。いや、いいよ全然。ポータル入るわ。あと右上にいた。ナイスナイスナイス。うわーすごい。ナイス。めっちゃすごい。すごい。よかった。ナイス。よかった。いやーなんか私本当すぐちょっと倒れちゃったんで、最後完全に配信のリスナーになってた。めっちゃ静かに。余計な頑張れとか言うのもちょっとうるさいかなと思って。3人で勝ちましょう。いやちょっと2人のスーパープレイを見せてもらえただけでもありがたい。いやでも3人で勝ちたいな私は。いや勝ちたいですね。勝ちたいですね。本番頑張ろう、一緒に頑張りましょう。本番ぜひよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。いやありがとうございました。ありがとうございました。